j イドは、ホンダ技研工業が製造、販売していたミニバンである。2013年から2020年まで中華、人民共和国で、東風ホンダ技社によって、製造、販売が行われたほか、2015年から2020年までの、日本での生産、販売が行われた。j イドは2012年の北京モーターショーに出展された、コンセプト S の量産車となる車種で、 中国市場に主眼を置きつつも、他地域への投入も視野に入れて開発されたグローバルカーである。ホンダの開発担当者は、開発の初期段階から先々代、仙台オデッセイとストリームを統合した車種と位置づけて、開発したとしている。2015年2月から日本でも販売を開始した。日本使用者は当初は三列シート車のみの設定で、パワートレインは販売開始当初。 レブ型エンジンをベースにしたスポーツハイブリッド IDCD を採用したハイブリッド専用車種として発売され、日本でのグレード体系は標準仕様のハイブリッドと上級仕様のハイブリッド X が用意された。なお、標準仕様のハイブリッドは JC08 モード燃費で 25.0kmL 上級仕様の ハイブリッド X でも 24.2kmL を実現している。インテリアについては2列目シートのセンター側に固定式の大型アームレストを採用し、左右斜め内側にシートが交代する V スライド機構を採用した2列目 V スライドキャプテンシートを全車に標準装備している。過去にアコードエアロデッキやアバンシアに採用されたルーフエンドのウィンドウを採用し、 デザインに個性を持たせるだけでなく3列目シートの開放感の向上に貢献し、さらに3列目の頭上空間にゆとりを持たせることを実現した。3列目シートは5、5の分割床下,下格納機構が備わり、ラゲージスペースを広げることも可能である。装備面では安全運転支援システム、ホンダセンシングが採用されている。ホンダセンシングは衝突軽減ブレーキ ACC、 ルコス、路外逸脱抑制機能、誤発信抑制機能、先行者発信お知らせ機能、標識認識機能で構成されており、フロントエンブレム裏に設置したミリ波レーダーと、フロントウィンドウ内に設置した単眼カメラの2つのセンサーを備えている。同年5月には、日本使用者にガソリン車、RS を追加した。RS は5代目ステップワゴンに搭載された直噴 1.5L。 ビテックターボエンジンである L15 バイト型を採用。直噴システムに加え、小型タービンやデュアル VTC などの採用により低回転域でのターボ効果の向上を図ったことで、常用域でホンダ車の 2.4L エンジン並みのトルクを発生。合わせて、吸気量をきめ細かくコントロールできるターボエンジンの強みを最大限に活用し、燃焼効率の良い領域を維持。 拡大することで JC08 モード燃費で 18.0kmL の低燃費を実現し平成32年度燃費基準を達成。加えてクランクシャフトとそれを支えるベアリングキャップの合成を向上するなどしてノイズや振動の伝達を抑制し静粛性も実現している。トランスミッションは消費器量ターボエンジンに合わせて新たに開発された パドルシフト付け CVT を採用している。さらに、サスペンションは、ハイブリッド車よりも、剛性を高め、スプリングやダンパーなどに専用セッティングを施し、ブレーキ制御を活用した、電子制御システム、アジャイルハンドリングアシストを採用し、アンダーフロアパネルに補強部材のトンネルブレーズを追加して、フロア周りの剛性も強化した。2018年5月の日本仕様の、 マイナーモデルチェンジにおいて中国使用者に設定されていた2列シート5人仕様が新たに設定された。2列シート5人乗り仕様では2列目シートが大型リアセンターアームレスト付けの6、4分割加工式ベンチシートとなりドリンクホルダーやポケットを備えた反転テーブルも装備される。前述の通り発売当初から極めて販売不振であったが主たる理由として 以下の点が挙げられる。これらの理由が販売不振を招いてしまったと言えるが、その一方で走行性能に関しては1 7 7 5ト、mm、ルの全幅からもたらされたワイドトレッドや専用設計のリアダブルウィッシュボーンのおかげで一定の評価があった。ジェイドは英語でカワセミを意味する。ありがとうございます。